死神が行く先は死の国。生きていてはいけない場所。助けに行くなんて無理です。いいえ、私の知る人に一人だけそれが可能な方がいます。それは魔王オーダイン。少しやつれたな。待っておったぞグエンドリン。お前の話を伝え聞いた。槍一つで単身敵陣に乗り込み、あの小賢しい小娘から指輪を取り戻したと。ゴルドロンを操る力がこちらにあるなら、奴らの思うようにはいくまい。お前ほど素晴らしい娘はおらぬ。その指輪のごとく価値がある。さあ、勝利の宝を王に与えておくれ。これは私の大切な人との絆。手放すことはできません。こうしてやってまいりましたのは、死の国へ至る道を教えていただくためです。何をたわけたことを申しておる。素直に指輪を出すのだ。冥界等を行き来し、魔石を集めるお父様なら知っておられるはず。願いを聞いてはいただけませんか、お父様。追放された娘が一国の王である父と取引しようというのか。よかろう。指輪と引き換えになら冥界の入り口まで案内してやろう。お父様。さあ、指輪を渡すのだ。いいえ、それは私が死の国より戻ってきたなら。毒薬は下腹に。あいにく暗殺用のナイフは手持ちにはないが。
全く腹立たしい。招かれもせぬのに入り込んでくる父に似た傲慢な娘、私の宝石を盗みに入るコソ泥の娘、よもや生きて出られると考えてはおるまいな。死を司る長オズワルド様、私の夫をお返しください。何かと思えば飼い犬のように主人を追ってきたというわけか。オズワルド様、この者は力と引き換えに私に貢がれた命、私と共に生きながら永遠の死の淵を歩く者。お前が出会う前より
私のものであることは決まっていた。お前こそ我らの邪魔者、私が直々に命を消し去ってやる。ヴァルキューレは死を恐れない。免れないというならそれも運命けれども、オズワルド様がお前に奪われることは死よりも耐え難い。いるではないか。身の程知らずよ。私の宝石から作ったその槍でどうしようというのか。周りを見よう。あまたの魂が重なり積もって結晶となる大地へ還る。お前はその槍で命をもてあそんでいるんだ。そしてその報いを受ける時は今。私が領海を橋渡ししていたからなのだ。この地はもはや生ける者が足を踏み入れることのできぬ場所。道は閉ざされ、お前の住まう世界とは断絶する。今より死は最も残酷で冷徹な別れとなる。世界が終焉にまみえるとき、お前が放った地獄の犬を見るがいい。死の世界は閉じ去った。我らがかの地へ行き着く方法は死を得ることのみ。もう他に道はない。オズワルド様、よかった、お目覚めになられた。死にも勝るは一途な愛の賜物とやらか。これで冥界の結晶は二度と手にはできまい。だが指輪とコルドロンを取り返せば、満ちる魔力に困ることはなかろう。さあ、約束だ。その指輪をこちらへ。これはオズワルド様の愛の印。今の私の全てです。持っていかれるというのなら、私にはもう何も残ってはいません。どうぞこの場で私の命を絶ってからお持ちください。グエントリー、バカなことを申すな。お前が全てだと信じる者は幻だ。わしの裁きでその男に沿うたのではないか。元より愛は幻のようなもの。私は栄誉を失うことよりも、その幻を失うことが恐ろしいのです。愚かな。誇りもなく、ただ愛のために準ずると申すか。やめろ。自分の娘を手にかけようというのか。どうしがたい。思うにならぬ。だが愛する娘よ。
父を見よ。お前の決意の前にこのように無力だ。父親の尊厳を守るためには耐えて慈悲を示す他はあるまい。お前の思うようにするがいい。お父様。黙れ。この不忠者め、もう何も言うでない。魔剣使いよ、娘はお主の手に委ねよう。グエンドリン、君の意志に反して傍らに留めることがどれほど辛いか分かっていても君を求めずにはいられなかった。オズワルド様、この心の高ぶりが魔法の力だとしても構いません。あなたのそばにいられるならどのような辛い試練も受けましょう。君はさまよう俺の前を不意に照らした輝く星だ。君に会うまでこの胸の内はうつろだった。だが今は違う。俺は喜びと恐れを知った。君という光に触れる喜びと命より大事な輝きが目の前から消えてしまう恐怖を。消えたりなどしません。私のうちに永遠に輝く星とともに。お願い、離さないでいて。コルネリウスよ、また森へ行くのか。近頃はすっかり人が変わり勤勉に勤めると思うたが、それだけは変わらぬ。森の目近にどれほど魅力があろうと、お前はこのタイタニアの王子、分別を持って遊びをほどほどにするがよい。陛下、若いうちは羽を伸ばしたいもの、王子も分かっておいででしょう。出しゃばるな、王の道化め。いい悪宮廷魔術師を道化とはこれは手厳しい。父上、以前にも申し上げましたが、遊びなどではありません。私は真剣にあの方を思っています。王子の話はしただろう、思い出せ。お前も同じ過ちを犯そうというのか。我が兄は村娘に熱を上げ戦王の不興を買った。国を去り苦労した挙句に病に伏したのだ。あの方は身分のある方です。村娘とは違う。王家に釣り合わぬとは思いません。王国なき王女か。どんな思惑でそなたに近づいたのか。あの方を侮辱するのはやめてください。いくら父上とはいえ許しがたい。
コルネリウス、お前にはもっと美しく名誉も財産もある姫を考えておる。森の王女とやらにもよく言い含めておくがいい。何とおっしゃろうとこの気持ちは変わりようがない。父上が認めぬなら私が王族の血を捨てるまで。コルネリウス、待て。陛下、王子もそのうち目が覚めましょう。今しばらくはそっとしておかれては。ここは一体どこなんだ。これは私の体が、この姿、これではまるで獣ではないか。何が起こったというんだ。夢を見ているのか。いや、陰鬱で湿った冷気が痛いほど肌を突き刺す。これは現実だ。この荒涼とした尋常ならざる風景、生き物の気配がまるで感じられない。話に聞いた死者の土地があるならば、おそらくここがそうに違いない。どこであろうとも戻ろう、私の国タイタニアへ。姫のところへ戻ってみせる。待て。お前の匂い、タイタニアの王族ではないか。いかにも、私は王子コルネリウスだ。気がつけばこのような姿でここにいた。コルネリウス、目は見えずとも分かるぞ。確かにお前だ。暗がりから語りかける恐ろしい声、何者だ。名乗ったところでお前は死んじまい。来るな。すでにこの身はウジやシエムシの食いかす。見れば恐ろしさにお前の魂は震えをののき、知性は凍りつくだろう。それを問うがいい。お前に必要なものだ。タイタニアの王子ならば持つ義務がある。いずれはその剣がこの身の素性を明らかにしてくれよう。私に何を望む。あなたなら私に何が起こったのか知っているのではないか。進め。これ以上の不幸に見舞われたくないなら祖国タイタニアを目指せ。そこに運命が待つ。待ってくれ。眠らせてくれ。消えてしまった。これは夢、幻だ。私はいつものベッドに寝ている。そうであってくれ。早くこんな悪夢から目覚めて、柔らかな日差しにまどろむ朝を迎えたい。だが行こう。行くしかない、今は。Thank you.
あなたに伝えねばならない。そう、とても大事な言葉です。いつもの場所で待っていてください。今までの優柔不断な私と一切を決別する。恋しい人よ、風よりも早くあなたのもとへ。コルネリウス様、どこに行った？毒を塗った私の探検、拾っておくれ。許されるべく祈っても救いはなかった。罪深いあなた、私の懺悔を聞いて。思いが湧いただの、欲が出ただのと、翻弄された我が苦しみ、飾り立てた言葉に隠された。毒殺するなら毒薬はあいにく、あん。衆と沈黙が支配するこの土地に聖者の気配がする。なんだ、希望という名の罠か。だがわしに失うものなどない。あるのは恨みと憎しみ、慈悲は忘れた。むき出しの骸骨め、そこで止まれ。誰だお前は。名前などはとうに覚えてはおらぬ。お主こそあてもなくさまよってどうしようというのかね。毛量どもに群がられてすぐに引き裂かれてしまうだろうよ。ではどうすればいいというのだ。お前、ここを出たくはないか。それにはこの腐れた土地を治める女王の許しがいる。彼女のもとまで案内をしてやろう。その代わり一緒にここから連れ出してくれ。いいな。調子のいいやつだ。責任は持てないぞ。さあ来い。声を立てるな。あいつらが集まってくる。何をしておる。どうするからあまり離れるな。明かりがなければ使用は見えないぞ。Shit!
Yeah!
Thank you.
これはどういう由来の剣なのだろう。恐ろしいほど切れる。まさに魔法の剣だ。その通り。ドワーフどもが勝手にここの宝石から作り出した剣。生きて死の国に落ちたる罪深き者よ。何故その剣を持つに至ったかは問うまい。女王の慈悲を乞いたいなら速やかに私に渡せ。さすれば安らかな死を与えよう。あなたが冥界の女王か。私はタイタニアの王子だ。なぜ私がここにいるのか私自身にもわからないのだ。生きる者の世界に戻してほしい。この地に一歩でも足を踏み入れたなら誰も出ることは許さない。お前が何者であろうと関係はない。生地生きた体など持っているから出たいなどというのだ。ここは死者の国。死を得ればここの良さも分かる。Oh,
いいだろう、行くがいい。私の庭から出てもタイタニアに行き着くまでには魔王の領土が広がる。あの男のしもべたるワルキューレどもが目を血走らせ侵入者を見張っておるわ。丘一つ越えるまでもなく捕らえられよう。無駄を悟って嘆くのはお前の勝手だが、教えておかねばならぬことがある。生きて死の国に落とされる者は私が裁かねばならない罪を背負う者。そのような輩は亡者となって安らぎを得ることは許さぬ。死霊どもに引き裂かれながら永遠にさまよう定めにあるのだ。その者たちのように。だが私は罪を犯してきたのではない。気がついたらここにいたのだ。冥界の女王よ、私は行く。これが何かの間違いだと証明してみせよう。お前の矮小な生涯などひとときの夢、死がそれを覚まさせてくれるだろう。お前が力で得たのは刑の執行猶予。死後に招かれた時、魂の安らぎはない。プーカはいずれ燭台を掲げ、永遠に不毛な土地を照らし歩くんだ。心しておけ。こうして死の国を抜け出したが、女王の警告通り、たちまち恐ろしい魔王の囚われの身となった。死じゃない。まっすぐに行け。逃げられはせぬ。下手なことをすれば、この斧でお前の首を落としてやる。敵意はない。なぜ私を捕らえるのか。本来なら死の国から逃れ、我が国に侵入する罪人は殺して送り返すのが通例だ。ありがたく思え、居合わせたグエンドリー様が捕らえようと命じられたのだ。報告のあった侵入者はこの者か。はい、
剣のサイファーを持っていたそうだが、どうしたのです？グエンドリン様が王のもとへお持ちします。グエンドリンは相変わらず甘いやりようね。私が見つけたならその場で生かしてはおかぬもの。かわいそうに、あんたこれから裁かれるんだね。地獄の沙汰も金次第、最後にいいもんでも食ったらどうだい？この先が玉座の間。あなたの処遇は王が裁かれます。さあ、こちらへ。